どうも、長谷上です。1月2日、今山梨にいます。ね、後ろの富士山。さっきまで雲かかったんですけどね。ちょっとね、姿を現してくれました。今ここはどこかというと、うるおい亭っていうね、富士宮焼きそばで有名なお店なんですけども、見てください、この車、いっぱい止まってます。次、ね、順番回ってくるんですけども、もう山梨ね、毎年年越しキャンプ来るんですけど、年末年始ね、なぜここまで来るかというと、このうるおい亭さんにね、来るために来てます。今日は、一人、3玉食べます。お腹いっぱいで帰りたいと思いますので、早速行きましょうか。2玉ですね。結構な量ありそうやね。いけるいける。ネギ焼きやね。いいね。去年に比べた全然。すいません。やば。さあ、わかんなかったです。さっきは来る。野菜だけでも。まだあった。野菜だけで、おい。えぐいな。屋台です。いや、屋台ですね。逆に何人前までできるんですか。これね、一応ね16人前までいけるんですけど。来年は？来年は一玉ずつ増やして、14人前とか。いや、まずこれがいけるかどうか。まず来年5時は取れるかどうか。だからそのためにだって朝ごはん抜いてきたんやから。いや、もう一つ取ってだよ。もう一つ食べたね。もう一つ取ってだから、それ朝ごはん抜いてないから。むしろしっかり取ってる。いや、あれはデザートやから。食ったケーキ飛んでるよ。麺がちゃうもんな、もう関西では売ってないから。関西で売ってくれたらいいのかな。ひじの家の製品だからね、ひじの家好きなのにね、製麺所の麺を使うっていうね。これ関西で売ったら絶対売れんのにな、この麺。いやちょっとなんか
ただね、話からあれだったらあるけど、夫婦でね、行くんだけなんで、大量にね、向こうで保管するんだったら、まだね、送料分がちょっとあれなんですけど、そうですね。まあ、持ち帰って転売するしかないかな。やばいな。ケーキに作ってもらおうと。スーさん、ハイソースを持ってきてたら。ソース、はい。ソースに食べて、カッチカッチ。キャパ足りないって焼いてるわ、全然余裕やわ。明日からほんまにちょっとバナナとヨーグルトだけで。おー、ごめんなさい。僕の部屋が美味しくなりました。うわー、やばいな。ほぼ日本分使い切ったもん。10人前ですか。あ、来たよ。予定ができたよ、予定が。ここに。おわさこの真ん中からね。いいですね。12枚曲がってるからね。一緒だよ。2回以上食ったらいけるけど。まあ1人 2.5 やからね。余裕や。おっしゃ、あの大きさが大きさが強い、大きさがね、すごい。まうわー、これね、4歳来た時なかったかもしれないね。あ、なかったですね、去年はなかった。そうっす、これはこの前のボイラーズトロロ、トロロ、これ、あ、トロロ、こちらでありますね。おいねぎ、おいねぎ、いいですね。あー、いいですね。もう蓋を取っちゃう。蓋を取られて。ああ、なんかよく作って削り節やっけ、イワシ、これ何枚でもいいですかね。これから安定していきますけど、ちょっと早いかもしれません。余裕止まんねえわ。
あー、いいですね。わたす。はい。これでおかわりできるんでしたっけ？焼きそば。あ、これいっぱいおかわりできますよ。あ、言ってください。はい。多分もうおかわりすると思うんで。はい。よし。じゃ真ん中からお願いします。はい。いただきまーす。いいのか？お、こじくっちゃうの？ちょっと入れてほしいな。入れてあげよう。はい。Thank you, man。とりあえずね。いただきます。それ、それ感じ。混ぜて。うまっ。俺にも来るよ。焼きそばはいいよな。焼きそばは、あ、どうも、10人前食べてきました。変わりました？元カバテカイです。やっとなんか芯に開けた気がしますね。焼きそば食べたらあとはもう帰るだけです。友達にね、お土産も買ってきたし、帰りましょうか。遊び終わりでした。編集してください。カットで。